ここだ、間違いない。どうだ。これでこんな学園ともおさらばだ。さよなら副理事長さん。オーパーツ、お前。そのオーパーツは偽物よ。ごめんね。その中には虫を誘うフェロモンが仕込んであったの。小娘の分際で。私を甘く見ちゃダメ。私にはまだ奥の手があるんですからね。2日前、4人組の泥棒がこのアンコールワットに忍び込んだの。泥棒？目的はアンコール落城の際、秘密の地下室に隠されたというオーパーツよ。オーパーツだって？彼らは偶然クメール帳の残した古文書を手に入れたの。問題の地下室は中央先頭の床の下で、その連中はオーパーツを発見したわけ？確かにあった。唯一の生存者はそう証言しているわ。じゃあどうして持って帰らなかったの？オーパーツを発見した直後、彼らはとてつもなく巨大な大蛇、現地の伝説に従えば邪神ナーガに襲われたの。邪神ナーガ。これを見て。これはまた。遺跡は一夜にして水没。おかげでアンコールへのリクルは全滅よ。ナーガがオーパーツから人間を遠ざけるためにやったのか？まあ、もっとも。私たちにはその方が好都合なんだけどね。船が必要だね。現地の関連会社には手配済みよ。あとは出発するだけ。ウルフはどうすんの？もちろん連れて行くわ。そんなの危険すぎるよ。現に昨日だってさ。魔が差したんでしょ。昨日満月だったし。いいなほちゃんってば。私にはモーちゃんがついてるわ。もしもし。大丈夫。魔導書の中にウルフの弱点を見つけたって前に言ったでしょ。その弱点って？銀の呪いよ。開きたまえ、開きたまえ。祖は異界への門、祖は夜への扉。光と闇、遥か地の契約の名のもとに、
我が道を開きたまえ。この吸血鬼め、吸血鬼め、吸血鬼め。ひどい霧だ。本来ならこの辺りで船を降りて遺跡まで車で1時間ってとこなんだけど。つまりこの先の水と霧はナーガの縄張りってわけか。ねえ、どうする？このまま進むのは危険だ。イナホちゃん、夜明けまで待とう。わかった。朝まで一休みにしましょう。いやあ、きっきりきた。吸血鬼しっこするのね。あそこは俺の船室だぞ。おい、ここはな、お子様はおねんねしたことだし、これからは大人の時間よ。何を企んでいる？私はあなたのことが知りたいの。ただそれだけ。では教えてやる。俺はお前を信用してはいない。あら、冷たいのね。目的は何だ？なぜ大パーツを狙う？もし教えたら私のことを好きになってくれる？避けるな。稲穂ちゃんに指一本でも触れてみろ。この俺が承知しないぞ。あんな小娘のどこがいいの？銀の呪いさえなければ。銀の呪い？大昔、私はある魔導士に求愛されたの。名前を聞けば誰でも知ってる有名な魔導士よ。でも私は奴の誘いを断った。すると奴は魔法の力で私を服従させたの。銀の呪いをかけたこのリングでね。戦争で魔導士は死んだ。私はようやく苦痛から解放されたの。なのに、なのにあの小娘は。大方、お前があんまり悪さをするもんだから魔導士に呪いをかけられたんだろう。自業自得だよ。信じてくれなくてもいいわ。でも乾杯ぐらいしてちょうだい。私の第一歩に。信用してないなんて言ってて、根はお人よしなんだから。おバカさ。さあ。
来て。船よ、船が見えるの。船？私たちの先客みたいね。あの船もオーパーツを探しに？でも誰もいないみたいですよ。確かめるわよ。どこに行っちゃったのかしら。やっぱりオーパーツを探しに来てたんだわ。どう？誰もいないわ。まるで幽霊船です。サシンダーガン！船員たちはみんなこいつにやられたんですね。早く！急げフランキー！はい！いよいよ到着ね。フランキー、モーちゃんのやつ叩き起こしてきて。その必要はないわ。ん？ちょっと、何するのよフランキー。こういうこと。ごめんね、イナホちゃん、悪く思わないで。いいんで。ねえフランキー、ん？あんたキスしたことある？キス？もちろんあるわよねフランキー。女の子にモテモテだもの。まあここだけの話ですけど、
横顔には多少自信があるんです。自分としては左側が気に入ってるんですが、稲穂ちゃんはどっちがいいと思う？ねえ、私と取引しない？取引？うん、この縄を解いてくれたらウルフとキスさせてあげる。本当？ほんとよ。やった、ついにやったわ。この大パーツが本物なら今度こそ私は人間になれるのよ。月と銀の魔力のもとにひれ伏すのだ。ラムーン、ひれ伏すのだ。ラムーン。卑怯者！卑怯者はどっちかしら？キスキスキス。まぬけ！小娘の口車に乗って！ん？いいのよ、フランキー。約束通り、ウルフちゃんに熱烈なキスをして差し上げて。はい。はい、フランキー、キスよ、キス。はいはい。フランキー。はいはい。フランキー。もう、わかんない。命とお金は買えないのよ。命は天下の回り物。そのころ、モーちゃんはと、こいつの弱点を探してました。とさっと、飛んだ骨折り損ね。ちょっと待て、ウルフ。ウルフちゃん、月と銀の魔力のもとにひれ伏すのだ。裏切った罰。フランキー、キス。ご指名入りました。待って、それだけは許して。すれ違う人。
稲穂ちゃん火だよ火が襲ってくるよ。稲穂ちゃん水だよ水が襲ってきたよ。稲穂ちゃんモップが襲ってきたよ。というわけであとよろしく、次回マスターモスキートンダブルナイン第8夜ガラクタおもちゃと禁じられた遊び、ここは一体どこなんでございますか。命でお金は買えないのよ。